サンリオ、黒みあたりくじ。可愛すぎて、どれでもいい。お姉ちゃんです。天の声です。本日妹はお休みでございます、はい、お仕事のため、はい、黒みくじのね、はい、前撮りにもかかわらず、はい、まあ引くときは一緒に行きますので、はい、ご心配なく、はい、はい、でめっちゃ可愛い。今回も可愛いのは認める、うんうん、確かに可愛い、うん、はい、どんどん撮っていきたいと思います、はい、ではラインナップお願いします。1番ぬいぐるみ。2本。かわいい。日本あるよ、日本。そう。ね。ビッグサイズ。シェアできるね。日本取ったら。これやばない？うん。持って帰んのもやばない？いや、サイズ感がちょっとわからない。わからんな。ビッグとは書いてあるけど、50センチぐらいあるんかな？どうでしょう。ね。はい。2番ルームライト。日本。グラデーションに光ります。うん。はい。もうでも、ルームライトはいつも。うん。量取っとったからね、ムーミンとかで。はい。3番膝掛け。4本。これさ、あったかいのかな、膝掛けというからには、うん。あったかいと思うけど、この周りのひらひらが、膝掛けに思えない形じゃない、うんの、うん、まあでも、かわいい、うん。女子力が上がりそうです。いやー、久しぶり。4番マスコット。8本。うん、かわいいね。これぐらいでいいです、私。はい、サイズ感の問題や。はい。5番アクセサリートレイ。10本。これね、どれぐらいのクオリティで来るかっていう問題。でも私、サンリオさんは、はい、そういう部分では信頼してます。そうね、確かに。うん、ハンギョドンのはうち使ってます。そうやね、あれめっちゃ良かったやん、はい。はい、あれ3個ぐらいありますので。サンリオさんやんね、結局。そう。実は、ね、持ってないが欲しいねん。うん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 。うん、なんで。わかりました。私が引いたら差し上げましょう。ありがとうございます。はい、6番ミニトート。8本。これはね、うん、かわいすぎる。ねえね、この取っ手っていうの？持ち手の部分。そうそうそう。がちょっとひらひらしすぎて。うん、私たちのね、服装とか年齢に合わないのよ。うそうやな、うん。かといってこれ家で使いようもないですし。ないよね。ちょっとこれは可愛すぎて困っちゃうね。トート好きやねんけどな。妹もね。うん。もうあの人いっぱい持ってるからね。まあでもあの人あんまり関係なく持ってはるからね。うん、あの人はね、そうそうそう。うん。好きなもんは好きやからね。そうそうそう。そうですそうです。7番、8番。ボール、パープルとグレー。はい。私グレーが欲しい。私も。やね、うん。これ多分プラスチックでしょ。そう。だからなんかちょっとしたて、テーブルの上の小物入れにしたいなと思って。うん。うん、大阪らしく飴ちゃんとか入れとこうか。ああ、いいね。うん。はい。ね。9番 !10 番、はい、はい。ハンドタオル、パープルとグレー。うん。これもやっぱりグレーかな。そうね。絵柄がね。うん。グレーの方が好きかなって思って。はい。私ね、これが一番欲しい、やっぱり。うん、私もな、タオル一番安心感があるね。うん、天の声結構買ってるよね。はい、引いてるんじゃなくて買っておられますよね。はい、はい。タオルは必需品なんで。ですよね。うん、11番、12番。マット、パープルとグレー。うん、これもやっぱグレーかな。グレーやな。でもな、マットはな、前の、うん、2回ぐらい前の、うん、黒みくじかな、うん、妹とめっちゃ引いたやつ、うん、あの時にマット両方けど妹が両方くれたのよ、うんうん、だからねあるんですよ。なるほど。で今もなお引いてるんですよ。でももうマットいいかな。そんな一応引かんでもええとこに引いてしまってんのよ。なるほど。だからそんなマットが必要かちょっと必要じゃないんで、それだったらこのハンドタオル、うん、はい、そうハンドタオルがね、うん、一番本当に使える欲しいね、うん、まあよく言えば2種類、うんうん、まあ忘れてましたね。あ、すいません。はい、今から行きます。はい、ラストスペシャルショー、顔型バッグ。これをね
私カーテンの声か、まあ、妹、うん、持ってたらかなり痛い、うん、痛いし、あの可愛い子が持ってたら可愛いのに、うん、そうひらひらのね洋服とか着てる、そう、あの着てるじゃない、本当に可愛い、うん、うん、どっちみち、もう持たんと置くだけになってしまうぐらいなんで、あれば。うんうんうん、うん。はい。もうそれやったらぬいぐるみの方がいいし、置くのであればね。なんでそう？え？否定から入ってくるね。じゃあ、まずはさ、現実的に考えてよ。はいはい。ね、はい、ラバーのチャームが、家に10個あったとて、はい、これ買えますか？あのね、これ一番クジラの、うん。クジラクジラ、これなんていうの？クジラ発音書いただけやけど。いやもうほんまに悩みじゃない。悩み、本当悩み。あの、よくコメントとかでも、うん、会社をどうされてますかって聞かれるじゃない、うんうん、ほんと困るのよ。困る。かといってね、うん、あの捨てるわけにもいかないし、そうだって1個800円とかしてるわけやからね。そうなのよ、その頭があるから それはできないし、ましてや推しがついてたりとかしたらもうそれでしょ、うん、だからといって、うん、使えないじゃない、そんなカバンになんかもつけられないじゃない、うん、ってなるとね、もう保管しかなくて、うん、でもその保管場所にもやっぱり困ってくるよね。もうかなり困ってきてるよね。だからね、まあ、聞きたくなるのは、もう、それは自己判断やから、どうしても好きっていうだけで引いちゃうんだけど、うん、でもやっぱり、あの、根底のところは実用性が。そうそうそう、何度も言うようですが。もう最近は特に実用性を求めるようになってしまった。フィギュアは別よ。フィギュアは別、うん、そうそうそう。対象に関してね。そうそうそう。うん、なんで、そうそう、まあ、私、まあ、結構文句が多いんですけど、まあ、そこは、はい、あのご了承いただけたら、はい、あの、はい、ほんまにもうすごいんです、あのどうするんだこれっていうぐらい、はい、チャームとかタオルとか、まあ、タオルはなあの徐々にでも使ってる、うんうん、使ってるからいいんだけど、そう、はい、サンリオさんなんで質はいいということを信用して、信じます、はい、はい、それは信じます、はい、はい、なんでそれで聞いていきたいと思います、はい、はい、では行ってきまーす。ミニタオル、おお、来た来た、はい、はい、くろみちゃんのバッグにめっちゃ可愛い、このバッグ、これもくろみくじです、そう、くろみくじで、で前の T シャツ、おにゅうです、めっちゃ可愛い、おにゅうです、気合い入れてきました、来ました、めっちゃ可愛い、気合い入ってます、はい、うん、そう、このあ、そうやな、はい、ありがとうございます。マスコット来たやん、欲しいって言ってたね、ボールグレー、はい、くろみちゃん、くろみちゃん、スイカ、スイカの3回、はい、はい、マット、グレー同じやマットパンマジなんでいつもなマット取るよねハンドタオル来た、はい、じゃあクロミちゃん3回参加、これで、はい、はい、ありがとうございます、いきます、何ボール、ボール、グレー来た、え
だよそれ。そのもういいよいいよ。はい、ありがとうございます。では2軒目で、はい、ほぼほぼフルで残ってますね。はい、します。はい、ありがとうございます。では来た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 、あと1と3。あ、惜しかった。はい、じゃあ妹2店舗目で2回、はい、どっちも、はい、はい、ありがとうございます。よかった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 、やったやったやった、ありがとうありがとう、やったこの日のために、やったクロミちゃん、やったクロミちゃん、やった、嬉しい嬉しい、めっちゃ嬉しい、この子嬉しい、さすが。そして嬉しいタオルのフレームも取りました、やった、アクセサリードリーム取っちゃった、嬉しい。マスコットも4体目ぐらいいいねいいね。でマット、マット、はい、かわいい。帰ってきました、帰ってきました、ただいま。まあ圧巻でございます、めっちゃすごい、はい、私たちね、あのあれですよね、前撮りであんまり気分乗ってないように聞こえてしまってたらごめんなさいね、うん、ちょっと文句言いすぎたなって後で反省したんです。いやでも見たらね、そう現地でね、人間の意見なんて変わるのよ、そう実物景品が並んでるのを見たら一気にテンション上がりまして、まあこうですよなんか膝掛けもいらんよねとかって言っとったにもかかわらず、あれめっちゃ欲しかった可愛かった、まあ、ただ取れなかっただけなんですけど、はい、はい、ということで1店舗目はフルからでした、うん、はい、誰も引いてない、なんでやろうね、ほんまに、うん、こんなに可愛いのに、そう、お昼も過ぎていったのにね、うん、それかみんなやっぱり髪残り探してたんかな、どうなんでしょう、でも1回も引かれてへんって、だってどれが出てもクロミちゃんやのに、こんなことは言ってないよね、そう、とりあえず引こうよって感じやね、うん、散々文句言った後になんですが、何ですか、はい、私は何一つ言ってませんよまあ欠席、まあ、だったのでね、はい、まあ、あの人呼ばわりあの人はあの人はって言われましたけど、来れへん人はディスられる方針それはしょうがない、しょうがない、でも公開ディスディやからな、そう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 、かけて言うてないから悪口じゃない、あ、そうなるほどなるほど、そう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 、まあ私は初めから引く気満々で、はい、行きましたけど、はい、で姉が3回、うん、天の声が、6回、6回ね、6回、最初の1店舗目でね、うん、1店舗目は、はい、で妹が、8回かな、8回やな、はい、でも帰ろうと思ってたんですよ、うん、でね、ちょっと小腹が空いたから何か買おうかなって、うん、寄ったコンビニにあったんですね、また、はい、もう輝いてました、はい、はい、ここもほぼほぼそう7枚やったかな、うん、うん、それで膝掛け持っていかれとって、そうなんですよどんだけ欲しいか最初何も言うてなくて、ひらひらとか言うてそうだからね、でね、あの、うん、天の声が3回、はい、お借りしちゃいましたね、しちゃいました、はい、でまあまあかぶったね、またね、かぶったかぶった、うん、あでもタオルのこのグレーを、はい、取れたんで、それは嬉しかった、はいはいはい、で妹がここでやりました、そう、ここでね、まだちょっとぬいぐるみとアクセサリートレイとハンドタオルのこのグレー欲しかったんで、うんうん、この3つ狙いで2回、うん、3つ狙いで2回、3つでなんか1個取れたらラッキーかなぐらいで、うん、そしたら来ましたね、一番ぬいぐるみ、もうびっくりした、ありがとう、よかった、ほんまに、また大きかったそうそう、これもうなんか想像以上の大きさでびっくりした。初めて見たときに、おーって思ったもんね。過去一大きいんちゃうっていう。過去一と思う。なぁ、はい。うん。まあ一つずつ見てみましょうか。はい、あ、はい、合計何回引いたっけ、だから22回。22回。3人で2店舗を回って22回引きました、はい。いつもよりは少ないよね。黒みくじにしたら。まあ、黒みくじにしたらね。うん、はい、うん。でも満足しました、はい。はい。はい。では見ていきましょう。はい。はい、まず11番と12番マット、はい、
マットね、前回のがまだいっぱいあるんですけど、まあ柄は、ね、かわいいよね、うん、いや可愛いけどよ、うん、もうマットどこに置くよって今そう作戦会議してて、なんか手縫いする言ってたね。今キッチンマットに改良しよう。そうそう、今ここをね縫い付けて、そう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 、3枚ぐらいだったらいけそうやもんね。キッチンマットにするっていう話をね、してはいるんですけどね。ちょっとここがね、斜めってるからどうかなっていう話をしてて。本当は4枚ぐらい連ねたいぐらいやねんけど、2枚じゃ足りないんで。2枚は足らんね。ちょっとここがね、うまいこと。まあまあ、あ、そうやな。ああ、ここが合わへんの？そう、合わないの。まあそういう使い方する人いい人やけど、普通は多分1枚で使うんでしょうけど、そう。裏もね、ちゃんとこうやって滑り止め、うん、ついてるから、うん、いいねんけど。それやったらグレー4枚の方が良かった。いや、今更そんなこと言われましたでもグレーが3枚や。そう、柄はむっちゃ可愛いね。可愛い、ほんと可愛い。ほんまに可愛い、うん。うん。なんとか活用します。そうですね。はい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 、9番、10番の、はい、ハンドタオル。グレーとパープル。はい。もうグレーが欲しくて欲しくて。だって可愛いもんね、これ。うん。最後に取れた。はい。もうフリフリもついて可愛い。思ってるより大きかった。そう。そう。むっちゃ大きい。驚いた。で、いつものね、安定のサンリオさんの生地、と思って触りましたよ、うん。ちょっと薄い。そう、薄いね。ちょっと汗7割ぐらいしかも多分大きくなったから薄くなった。だからもうそれはちょっとやめて、サンディオさん。ちょっとな、なんかいつもと違う。かなち。ちょっと薄いな。あの表面が多分薄いんかもしらん。そうやな、この後ろもやけど、あのこのなんていうの、弾力感っていうの、うん、なんていうの、モフモフ感がない。柄はむっちゃ可愛いんだけど。うん、可愛い。可愛い。まあ洗濯したら汗吸うの、まあ吸うのは吸うタイプやけど、あの一回手拭いたらびちょびちょになるタオルってあるやん。そう、そんな感じ。それかな、うん、あの、はい、薄い、うん、薄め、薄めで、うん、まあちなみに、そうそうそう、前回、前回とか前回ぐらいかな、うん。こっちの方が熱いね。私がたまたま今日持ってたんだけど、そうそうそう、使ってますからね。まだこれは使ってないよ。よかった。今日は使ってないね、うん。今日は使ってないけど。まあ、サイズもこれは一緒ぐらいか。あ、これ一緒。いや、あ、ちょっと大きい。ちょっと大きいな。うん、ほんで私このひらひらがまさかついてると思ってなかった、ね、うん、ここ。フリルね。うん、フリル。で、これも。こっちの方がだから熱い。これはクロスタイプのやつなので、そうそうそう、これはもう全然汗を吸わないけど一応使ってます。そうそうそう、ちょっともうしなってきてるけど。でも可愛いもんね。うん。なのでまあ、クロミちゃん可愛いからね、うん、いいんですけど、いいんだけど、できたらもうちょっと分厚い生地の方が嬉しかったかなーって感じでーす。はい。はい。7番、8番のボール。はい。パープルとグレー。これ綺麗にペアで3セット。そう。可愛いこと3人分。めっちゃ綺麗。可愛い。いや、めっちゃ光るじゃない。すっごい可愛くない？綺麗。ねえ、うん。宝石箱やまた言うてんねん。絶対なんかちょいちょい出てくるよな、そういうの。そうそう、昭和のギャグ。はい。誰も懐かしがってくる。あれ、全然やったんじゃん。あ、そうやった？ね、もう私らの昭和の時ってだって。あ、そうか、白黒テレビやもんな、うん。そう。なんでやねん。そこまで昭和ちゃうわ。力道山とか。黒身に集中してください。集中してください。かわいい。うん。これいい？いいよね。なんかあの、私が、あの、一番最初、前撮りの時に想像してたよりは、半分ぐらいちっちゃいねんけど、で、まあ、これぐらいのサイズでも、OK じゃ OK やし、うん、2つとも持って帰れるのはなお OK。うん、これ、まあ、だって、あの、まあ、お姉ちゃんとかはプラスチックはあんまり好きじゃないって言ったけど、うんうん、まあ、食事に使わへんくてもね、うん、あ、これで小物入れ、食事に使わなければ全然いい。そう、OK やもんね。かわいい、見て。だってほら、あの、お菓子とか入れとくのにいいよね、ちょっと。全然使える。私はプラスチックオッケーやからな。うんうん。アメちゃん、見て。お願い、電子レンジには入れないで。ああ、はい、ほんまほんま。はい。クロミちゃんが、はい。おかしなる。になるからね。おかしなる。はーい、こんな感じでーす。かわいい。6番、ミニトート。はい。
これもちゃんと3人分なんだ。そうなのよ。そう、姉ちゃん2個引いたもんな。そう、2個、3回しか引いてへん。そう、めっちゃフリフリ可愛いねんけど、マチもございます。はい、わかります。ちょっとね、光沢のある生地。ね、妹持つでしょ、うん、持ちますよ。あの人持つんですよね。持ちますよ。余裕ね、持ちますよ。中はポケットとかないですね。はい、うん、でもほんまにお財布入れて、ふらって、ふらって、ふらって、よく出かけるやん。うんうん、近場ね、うん。近場に限りやけど。だってもうコンビニぐらいしか行ってないもんね。だってくじ引きに行くときに、これで行けるやん。ほらほら、ほらほら。え、めっちゃ可愛いねんけど。くじ引くのやめて。なんと妹、このフリフリが好きだったんです。大好き。うん、あ、でもこれさ、うん、フリフリだけじゃないよ。ちゃんと縫い付けてんね、うん。あ、そうなんや、はい。あ、でも取ろうと思ったら。なんか言うてる。取らないよ。取ってここで切ればいいんじゃん。いやいや、うん、そんなことしないよ。いやいや、天の声はね。そう、私は。一人一個あるからね、これ。そう、持つのであれば。かわいい。このフリフリがかわいい。ああ、うん。そしていっぱいあるアクリルチャーム付けられるやん。ここら辺にね。うん、うん、うん。一個ね。またやりすぎになるかな。うん。いるかな、こういうのにね、つけると余計重なるのよ。あ、重さ言い出したらもうお年でございますよ。もう重さはもう重視です。はい、こんな感じで。はい、あ、裏は見せたよ。同じ違いますよ。違います。こっちかわいいやー。今回だから柄が2種類やね。あ、そう、この柄と、うん、さっきのボールもあったけど。かわいい。はい、5番アクセサリートレイ。はい、これは2個だった。うん、お譲りいたします。これいいよね。はい、このまあ合皮やけの革タイプ。うんうんうん、いいね。あのどっかのビニールと違って。ペラペラやろ。どっかで引きましたけども、はい、サイズも。そのさ、あの、うん、何、リボンついてんの可愛い。そう、リボンと尻尾ついてんの。それ尻尾なん？うん。悪魔ちゃんの。クロミちゃんって尻尾あるね。クロミちゃん、あの、悪魔ちゃん。ありますよ。はい。お、ほら、ついてるやろ、尻尾。むっちゃかわいい。て、うん、か、サイズもちょうどよくない？ほんまに。深さもちょうどいい。これこそ。わ、めっちゃかわいい。ありがとう、お姉ちゃん。どうぞ、どうぞ、どうぞ。お姉ちゃんは、あの、前撮りの時、これ撮ったらあげますって言ったから。言ってたっけ？言ってて。私、お姉ちゃん、有言実行って思っとったの。そう。簡単に作れるし。そう、最高。うん、いい、これはいいね。うん。いい感じ、めっちゃ、うん。これはじゃあ、私と天の声でお揃いでーす。ほんと、アクセサリーやな、ね、この中は。尻尾です。ちょっと艶がある、はい、うん。うん。これはいいわ。ちょっとあの深さがちょうどいい感じやね。そうやね。結構まあまあ深いよね。うん。うん。はい。ありがとうございます。はい、4番、マスコット。これも3つ取れたんだね。うん。そう。めっちゃかわいい。ほら、尻尾あるでしょ？ほんまや。ほんまや。今何すんの？何すんのや。じゃん、キャンと。かわいい。もうマスコットはね、何個でも。なんかほっぺたさ、ちょっとピンク入ってるのかわいいね、うん。あ、そう。うん。白飛びしてるな。白飛びしてるね。うん。ちょっと飛んじゃってる。飛んじゃった。うん。明るすぎる。かわいい。そうやね。私結構、あの、車の中とかもぶら下げたりしてるし、うん、でもまあ、ぬいぐるみ自体いっぱい持ってるんで、部屋にも飾れるし、うん、最高。めっちゃかわいい。いいサイズです。うん、これはこれで、うん。いいと思う。これはもうトートバッグにつけて持って帰るしかないかな。さっきのやつにつけたら、かわいい、ね。どうなんやろ。絶対かわいいよね。やりすぎかな。でもさ、いいよね。同じ、うん、あの色味だから。うん。いいよね。かわいいよね。これでね。いいと思います。そうやね。だからさ、うん、家に置いてる、うん、このマスコットとか、うんうん、チャーム、うんつけられへんねんな、こうやって。その時、その時必ず取るから。同じ種類で合わせてしまうから。まあ、そりゃ、9回も行けばね。ああ、そうやね。ああ、でも可愛くて我慢できひんかった。うん。こうやって、でも私が持ってたら引く、うん、引かないね。ちょっと引かない。引かないね。散歩ぐらい下がるかな。犬の散歩。まあ、まあ、私は、まあ、つけませんよ。うん。この子は車の、車、はい、とお部屋に。ブダブダしてる？はい、うん。これで持っていきます。はーい。はい。
1番のぬいぐるみ、はい、2番3番の、はい、ライトと膝掛けだけが取れてない、はい、そうですね、はいはい、まさか来てくれると思わへんかったし、うん、1番さんむっちゃでかい、そう、1店舗目行った時に、うん、めっちゃでかいやん、いや、めっちゃ可愛いやんってなってん、うん、なったマスコットのね、このサイズ 4番をね、あの大きさの比較で横に、うんうん、大きさ分かっていただけますかね。ほんまに。かわいい。クロミちゃんがクロミちゃんを持って座っている。チラッ。あ、しっぽ。チラッ。チラッ。はい。めくらないで。はい。かわいい。めっちゃかわいいねんけど、この子はこの子でかわいい。耳がさ、前来てんの。うん。そうやな。へピエロみたいなんか。うん。めっちゃかわいい。でもほんまにこれ大きいな。うん。いやー。かわいいやん。かわいい。よかった、取れて。よかった。もう感動したわ、これ取れたとき。前にさ、あの、ハッピーこじでさ、うん、ラストワン、取ったときやったやん、ディスコの、キティちゃんの、うんうん。それがね、ちょっとまあ今あるんですけど、うん、それのときも、おっきいと思ったんですけど、うん、思ったよね、見て。思ってんけど、全然違う。全然違うわ。全然違う。すごくない？すごーい。このサイズ感。うん、びっくりした。全然違うよね。うん。これはこれで大きいなと思ってて。そうそうそう。まあまだ一回も箱から開けたことはないんですけど。飾ってるけどね、箱の、ね、うん、ずっと飾ってる。そう。いや、いいやん。なんかこの子の目ものすごいさ、うん、なんか引きつけられるんですか。もう。かわいい。姉ちゃんに釘付け。吸い込まれそう。かわいい、はい。めっちゃおしゃれしてるやん、ほんでこの子。そうや。耳にね。なんかついて、あの、ダイヤモンドがついてるのかしら。そう。いいよね。はい。このなんか、やっぱり、ぬいぐるみって、一体一体さ、うん、なんかお顔違うっていうやん。うん、この子めっちゃ可愛い子やね。可愛い子。いい子やったわ。うん、しっかりと、耳が向こう側向いてる。それはご愛嬌で。こうやって、ちょっとこうやって。ね、ね。これちょっとね、気持ち硬い、なんか 何かが入ってるね。入ってますよ。なのでほら。うん、あ、たたたた。はい、立ちました。戻った、戻った。どうですか？美人さんです、美人さんです。かわいい。はい。ほんまに、最高やった。よくぞ撮ってくれました。はい。ほんまにありがとうございました。妹の髪引きはまだまだ続くですね、はい。はい。そして私たちは天の声を温存しております。クロミちゃん引かれへんかったやんか。膝掛けも取られへんかったから勘弁してね。いえいえ、まだまだ続きますよ。もう昨日からずっと言われ続けてます。はい、はい、ということで、うん、今日はクロミちゃん、クロミちゃんですね、はい、あと2つ行く予定、そうですね、ですが、まあ明日何出そうかなというか、まあ実の話、ヒロアカ引けてないんですよね、まあ、ね、探しに行かな、旅に出ないといけないんです、はいはい、とりあえず、あの、皆さんに、はい、この幸運と、はい、うん、あの、妹の引きを真似していただこうと思います。皆さん、もうそろそろ終わるよ。やめてやめて。なんかコメントでね、前に、うん、その、うん、私たちの動画を見てから、うん、引きに行ったら、うん、すごいなんかこう、紙引き、うん、しましたとかするようになりましたっていうコメント入ってたよね、の、うん、ああったね、うん、ねえ、うん、それはあなたの運です。そうです。そしてあなたたちから私たちがもらってるんです。吸い上げてるんです。吸い上げてるんです。だからもっと送ってほしい。パワー、皆さんの紙引きよーく聞くから、聞くね、そうそうそう、ほんまにすごいパワーを持った人たちばっかりなんやな。そう、ちょうど1ピリ必殺の人の、そうだ、ね、今日も来てたね、うん、それもやってみたいよね。一回なかなか一回言い訳聞くってことがないねんけど、勇気ない。一回やってみたいなとも思ってます。うん、なんで皆さんの幸運をぜひコメント欄に載せてもらって、はいはい、あのパワー吸い取りに行きますので。よろしくお願いします。はい、では今日はこの辺で、はい、またね、バイバイ。今日も見てくれてありがとう。この動画が面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしく。